そうですね、はい、やっぱり皮がめちゃくちゃしっかり入ってるっていうのが一番で、あとやっぱり僕のピッチングフォームに対してフォームがアプローチしてくれるというか、僕はあの何かの盾に使いたいので、あんまりグローブを握りつぶすこともないし、まあそうならないように今年からまたビームチームで盾を意識しましたし、そういった意味でグローブが投げ方を支えてくれてるかなと思います。まあ僕も最初はやっぱりかっこよさ重視、まあ、デザイン重視でしたけど、初めて投げ方を支えてくれるって感じたんで、やっぱり、まあ、かっこいい道具使いたい気持ちは皆さん持っていると思いますけど、自分の投げ方とかを勉強して自分に合ったグローブの形っていうのを探すのがすごく大事かなと改めて感じました。今年の目標はしっかり成績を残すためにも、まあ、成績残すためにはやっぱりグローブの形はやっぱり大事なんで、しっかり手入れしてグローブにしっかり支えてもらいたいなと思ってます。で、まあ密かに日本人投手はまだ、まあ、日本人の選手でローリンズはまだゴールデングラブがいないみたいなので、密かにあんまり大きな声では言えないですけど、来年金色になってればいいなと思っちゃったりしてます。はい、ロリンスはかっこいいし、かっこいいしかっこいいっす